私が大好きな杉本彩お姉様の「オーガズムライフ私の解放宣言」という本の中の、欲望と愛を我慢してはいけないという章の、手勢をかなぐり捨てられるからこそセックスは楽しいというところを読んでいきます。女も男も肉体だけじゃなくて頭で快感を感じる生き物だから、セックスの時の会話は精神的な興奮を高めるためにもとても重要。もちろん、いやらしければいやらしいほどいい。中には、あからさまに卑猥な言葉に嫌悪感を抱く女性もいるけれど、それは開発がまだまだ足りないせいだと思う。あられもない姿で、セックスをしているときに、そんなこと言えないなんて自制でブレーキをかけること自体ナンセンスだし、あられもない姿を晒している時だからこそ卑猥な言葉で興奮することは許されているはずなのに、私は当然いわゆる4文字言葉を聞かされるととても興奮する。自分から進んでそういう言葉を口にすることはないけれど、相手に強要されて言わされて私の口から出た言葉を聞いた相手が興奮するのを見るのが好きだから、命令されればどんな卑猥な言葉でも言う。もちろん恥ずかしさを伴いながら、男性の中には女性がそんな下品な言葉を口にするなんてと眉をひそめる良識派がいるかもしれない。でも男にしろ女にしろ、セックスの最中に世間の常識を持ち出すような人が自分の本音をさらけ出し合ってセックスをしているとは到底思えない。自制をかなぐり捨てられるからこそセックスは楽しいはず。心の奥のドロドロしたあらゆる感情を吐き出せるからこそセックスではこの上ない解放感と高揚感を味わえるはず。理性の尻を引きずったままのセックスなんてこの世で一番つまらないに決まってる。そうですよね。理性を捨てられて、丸裸になって獣のように慣れてこそ、こその本当の意味でね、自由な、性的に解放された男女の姿ですよね。ということでね、理性をね、いかにかなぐり捨てられるからこそね、セックスは楽しい。セックスが、いかに、2人にとって楽しいものにできるかっていうのはね、理性をね、ちゃんと捨てること、ちゃんと理性的になることばっかりね、普段の生活ではね、社会性ではね、社会性を大切にされる、普段の社会では求められますがね、だからこそね、セックスの時こそね、理性をね、ちゃんと捨てることね。自制をちゃんと持つことの逆ですよ。逆で、自制をちゃんと捨てること。そして、まるで、野獣のようにね、解放されて、本能のままにね、求め合うこと。そこがね、セックスの醍醐味かもしれないですね。もう、本当の意味でね、解放されまくった2人のセックスの醍醐味だとも言えますよね。もしよろしければチャンネル登録お願いします。